おはもにどうも、夏目くです。どうも、なるみです。家で今日焼肉やったんですよ。ほう。ちょっと焼肉全然食べてなくて、最近やりたいなと思って満を持してやったら、うん、あれどこかで火事ぐらいの煙もくもくになって、ああ、ホットプレートでね。やっぱやるならちゃんとホットプレートでやろうかなと思ってやったんだけど、うん、僕煙に弱いからすごい喉痛くなっちゃったんだけどさ、あれどうしたらいいの？家で焼肉やりたかったんだけど、普通に。で、僕がやったのは空気清浄機を2個もう横に置いて、うん、ブオブオ回して窓開けてたんだけど、空気清浄機のあの裏のフィルターが焦げちゃった溶けちゃった熱々の煙をちょっと吸っちゃったからそうジョワーンって焦げてる、あの開いてる穴が。それ最悪じゃん、それ。最悪。うん、僕も家で焼肉ってやりますけど、うん、あの基本はキッチンで換気扇の下で、あのキッチンのガスコンロの上に焼肉プレートを直置きして立ちながらやる。やっぱ、いや、そうだよね。僕途中からそれにした、うん、もうそれ以外無理だよ。一回さ、やっぱリビングでやってみたいじゃんと思ってやったら、もう、まあね、もうダメだわ。あれはなんか子供の頃家族で食べる焼肉ってリビングでホットプレートだったんだけど、そうそれってなんか家広かったんじゃないかと思うんだよね。あー、それはあるわ。我らのさ、実家っていうのはなんかね、それに憧れて今日やったら、うん、あれは何人か死ぬんじゃないかな。都内の普通の家でやんな、無理なんじゃないのっていう。うん、窓全開にしてたんだけどな、全然そういう次元じゃなかった。家焼肉でさ、結構おすすめしたいのが、なんか前勧めてなかった煙吸うやつ。あ、そうそう、勧めてた。それもあるし、あの、いや、肉そのものですね。ほう。あのね、これ買うといいよ。あの、焼肉屋で広宮っていうのあるんですよ、有名な店が。はい、あるね。四ツ谷にあるんだけど、そこってまあ、お店行くと、焼肉のコースにお酒飲み放題ついて、8000かな、うん、なんですけど、もうオンラインで通販やってて、それ買うと、2人前で1万円なんですよ、お肉が。ほう、結構するけど。で、これをちゃんと解凍して焼くと、もう味は一緒なんですよ、完全に。まあ、そりゃそうだよね。うん。で、自分で焼くだけだから、うん。これでいいんじゃねって。お酒もまあ自分でさ、好きなもの用意すればいいから、うん。この2人で1万円のやつを買って、キッチンでガスコンロの下で焼くと、ほぼもう広宮なので、これが一番いいんじゃんと思うんだよね。これで、1人5000円と、まあ、ちょっと飲み物で。そうそうそう。うん、でも普通は1万円いくよってね。あとこれ量多いから3人でも大丈夫だね、うん、あ、そうなんだ、うん、例えばバーベキューとかでこれ持ってくとね、もうすごくいいよ。真っ黒になっちゃうのもったいなくない？あの、ちゃんと炭火でね、調整して焼かなきゃダメだけど、あの家焼肉するんだったら僕これぜひ買ってほしいですね。へえ。広宮の焼肉コース2人前1万円ってやつ買おうかな。 600g 入ってるから 100g 1500円ちょっとの、まあ、スーパーで買ういいお肉ぐらい値段なんすよ、値段感で言うと、ね、そんなだね。めっちゃ高いわけじゃないっていう、うん、でもすごい広宮の仕入れたいいお肉なので、へえ、じゃあ買ってみようかな。うん、これはぜひ買ってほしい。いや、あれどうしたらよかったんだろう。なんか煙吸います機械みたいなのもあるけどさ、空気清浄機2個置いたらいけるかなと思ったんだけどな。焼き丸っていうさ、うん、岩谷かなんかの煙が出にくいっていうやつもあるんだけど、うん、あれでも出ちゃうからやっぱね。いや、さすがにそうだよね。だってまあ肉焼いてんだもんな、うん、当たり前だよな。あ、そうそう、や、これ焼き丸、焼き丸、焼き丸でもね、結構油の多い肉焼くと普通に煙出るから。そうなんだよね。うん、だからもうほんとキッチンで換気扇の真下ぐらいしか方法ないんじゃん、もう。まあそれが一番いいよね。肩身の狭い喫煙者みたいな感じでやるしかないんですよ、もう。キッチンに椅子持ってってやろう。うん、そうか。いや、僕ね、焼肉屋さんとかも行かなくなったな、全然。行かないよね。そうなのよ、うん。行かないからちょっとさ、行きたくて。てか、食べたくて。うん。やった結果がこのざまよ。もう、フィルター焦げちゃってんじゃないかな。フィルター焦げるってもう、ダメじゃん、それ。壊れてるじゃん。壊れてるんだよ、多分。ちょっとちゃんと怖いから見てないんだけど。どんぐり FM。先日、うん、私健康診断でいろいろダメだと言われまして、うん、私本日ケツからやってきました。上からの次は、うん、やったことある、なるみさん。いや、ないね。両方ないんだよね。下からの話をします。
下からの方がやばい、うんうん、まず前日にてか、ま、あの病院行くとなんかたらふくお土産持たされて、うん、開けると前日はこれ食えセットなんだよ。あのご飯が入ってんの？そう3食分、うん、おかゆみたいなやつと薬、うん、だから前日はそれしか食べちゃダメ で21時以降は食べちゃダメですと。で僕ね朝忘れてて朝起きた瞬間どら焼き食ったんだよな。全然ダメじゃん。で食べちゃダメなもの絶対に食べちゃダメなものの中にこしあんって書いてあってガーそんなピンポイントでやらないだろ普通。そういやなんかどら焼き好きだから朝起きてまずどら焼き食おうっつって僕ドラえもんですって言いながら食べてたらあーしまったっつって食べちゃったっつって頭悪すぎんだろそれは。だって健康診断でも普通に食べないじゃんだそんな。でいや前日あ前日あ前日の朝ね。前日、うん、そうでそっから何おかゆみたいなの食べ薬飲み、うん、次の日ですよ。すごいよなるみさん無理じゃないかな。うん何かというとバケツみたいなの渡されて、うん、2リットルの下剤を2時間で飲めってこんな、バキみたいななんかバケツにこう下剤がたらふかいっててこれにまず水道水を1リットル入れてくださいっつってじゃばーって入れてでじゃこじゃこ振ってもう1リットル入れてくださいっつってすんごい、うん、バケツ完成してこれを15分に200いくつ飲んでくださいみたいな。ここに下剤も入ってんの？そう下剤入ってるつかもう下剤だね。15分に 200ml ぐらいだった気がする。ちょっと計算すぐできないけどそうすると2時間で、まあ、だいたいそうだね2時間で1.6 リットルぐらいになるけど だから250飲むんだけど250か、うん、でちょうど2リットル。30分でペットボトル1本ぐらいだよね、うん、だからまあいけるっちゃいけるんだけどまずいのよまず当たり前だけど、うん、しかもあれよ飲み始めるじゃんしばらくするとあのうんこが出まして。まあそりゃそうだよね。まあ僕がいろいろ見た感じ平均みんな12、3回ぐらい行くんだよねちょっとそれは多いな。でうんこの色がこの色からこの色に変わったら合格ですみたいなのがあって、うんうん、でそれをもうなんか今日すっごいびっくりしたのがまあトイレ行くじゃん、うん、トイレ行ってよしじゃあちょっとうんこしようかなと思うじゃん、うん、でそうしたら音姫シャーピョピョピョみたいなが流れてたんだよね。で別に僕の家別に音姫ついてないからさえなんか音姫の音がすると思ったら座って、うん、僕はまだ全然力入れてないのにあのもう水門が開いてんだね。そうで激流がそうでも僕自分でしてるって感覚なくて、うん、シャーピヨ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 って聞こえるかあれピヨピヨはしないだろさすがいや滝の音から消せるわけでしょシャーであれ何の音だろうと思ったら、うん、俺今出てるってめちゃくちゃびっくりした。もうさ何なのよしせーのふんじゃないの。うんうん座ってしようかなピョ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 シャーあれそれってその状態で海とか行ったらさその推進力で進めたりするのがね進むかもね、うん、ボートみたいにそれはおしっこの方が強いけどね僕推進力。それ自分の家でやんのそれは入院するわけじゃないのか、ま、うんで家でやり、うん、で YouTube 見てたらこれ飲み終わった後病院行く時にはおむつ履いていけって書いてマジでだってもうさそんなの水門全開きの場合です、うんうん、でもまあ僕は無視してこれまあ大丈夫だろうと思って普通に行ったけど事故んなかったんですか。うん分かんない気づいてないだけかもしれないあの分かるだろ音姫がそうそんなにきついんだ。いやだって2リットルの下剤飲んでる最中に10回20回行くんだよ。そうかそれがやばいって人多いね。うんまあでも僕別に結構普通にガブガブ飲めたからいいけど。で病院行きます。うん。でなんかまあ問診やり、おけつに穴開いた孫悟空が第一巻で履いてそうなズボンを履かされ、うんうん、で横になって、じゃあ行きますよと。痛いかったりするから。だってお尻にカメラでつつんつん、うん、え麻酔とかないのそれは。ある。でもそんなのさ、途中で切れたら痛いけど、その辺は頑張ってみたいなこと言われてさ。うん。嫌だなーと思いながらこう寝て。で血管のところにもう管が刺さってて、うん、じゃあ薬入れま終わりました。おあれ聞いてんじゃねえかよ麻酔かなり何のもう何にも記憶がない。じゃあ準備がめちゃめちゃ辛いけど始まったら一瞬っていうかもう記憶ないんだ。何にもない。へでもあれさなんかちょっと順番っていうかバグだと思ってて
あの上から口からの時もそうだったけど、うん、その後に写真見せられて、あのこれこれで大丈夫でしたみたいなことを多分言われるんだけど、うん、こっちとら今さっきまでラリフォーかかってたんだよ、うんうん、マヌーサかかってたんだよ。僕は今問題があったのかなかったのか分かりません、うん、説明されたけど覚えておりませんその日に説明があるの？だっていやトントン来てって言われて放って起きて、うん、でそこで説明されるんだよ、お医者さんが写真見ながら。でも僕はさ、すぐ出るの？じゃあそれが、そうそう、あそうなんだ。でも僕その時は、うん、酔っ払ってる時と一緒でカッコつけるから、あはい意識はっきりしてますみたいな顔で、うん、はいはいって言うんだけど、でしばらく1時間ぐらいなんか寝かされて薬抜けるまで、うん、でお会計したりした時にもう頭がクリアになった時にふと思うよね、あれ何喋ってたんだろうあの先生って。何にも覚えてない。じゃああれか、1時間寝た後にその説明すればいいと。そうしてほしいよね、まあ、そりゃそうだな。マジで覚えてない。だってはわわってなってるからそう、いやー初めてやってきました。いやでもちょっとやりたいなそれで、うん、なんか本当にやられたのか全然怪しいし、うん、嘘なんじゃないかなと思って。でも帰り道ちょっと肛門周りがヌルヌルしてたあれヌルヌルは何なの？あれじゃない、カメラ入れる、なんかオイル的なね、潤滑油的な感じなの？そう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 、じゃないかな、わかんない、うん、いやーマジで記憶が一切ないわ。いいね、記憶ないんだったらまあいいよね。でもさ、これ前も上からやった時に同じ話だけど、こんなに見事に計算されて何分後に起きるってできるんだったら危ないね。なるみさんを25分間記憶消すことできると思う。まあ25分間眠らすってことでしょ。そう、綺麗にちゃんと、うん、量によって。それやられてんじゃん普段ね。たまに仕事中ない時あんだよね、1時間ぐらい記憶がでしょ、うん、僕もめっちゃある。でもなぜかあの机にはよだれのたまりができてるんだけど。そうなんだよ、誰かに麻酔かけられてる気がするんだよ、かけられて。あと今回僕が前日に飲んだ薬なんだろうと思ってググったら、下剤で8時間後に効く下剤って書いてあって。へえ。だからあれじゃん、なるみさんがちょうど車乗るときにちょうど公演が始まるときに、夏目さんが登壇するときに仕掛けたいんだ。そう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 、うん、8時間前はこうだな、滝が発動するような1時間後にみたいなね。わかりやすくギルギルギルってなる。そこまでもう進化してんだ、分単位でね、うん、びっくりした。それすげえ狂気だよねそれね。ね、ちょっとさ暇の時に大地さんとかに飲ましてみる。お、そろそろ J-WAVE で収録かな33回、どうぞこのお茶をつってねたまに野球見てるとさ、うん、ピッチャーがさ投げててさ、タイム取ってベンチに行くことがあんのよ、うん、で10分ぐらいかな、なんかちょっと治療みたいに流れて、アナウンスで球場に、うん、何々投手今ちょっと治療のためベンチ下がってますみたいな流れるんだけど、うん、絶対これうんこだろって思うんですよ。ああ、そういうのもあるかもね。ありそうだよね、ほんと年に1回ぐらいあるんだよね。へえ。それも多分仕掛けられてんじゃないかな。いやこれ怖いと思う。なんでこんなちゃんと計算して20分とか。それじゃあ別にさ、海外でじゃあ10分とかでいいから飲食店でね、スコーンって眠らせたらさ、そうしたらもう別にバックとか取り放題で、うん、マジで。だってお尻に棒突っ込まれて覚えてないんだよ身ぐるみ剥がされて財布持ってかれても絶対気づかないよ。財布持ってこやったらさ、そんなちょっと眠らすんじゃなくて普通にバーって奪うよな。でもな、え、でもさ、うん、あれじゃよ、あ、普通にしてたら、例えば寝てる時にマージしたら、あの本当に気づかないと思う、うん、いつなくなったか。いやなんか海外とかでさ、襲われて怪我して盗まれるんやったらもう眠らせて盗まれてほしいなと思う、うん、いっそね、いやーすごいっていうね。なんかそういうさ、うん、1時間だけ記憶なくせるとか、寝る、完全寝れるみたいなやつ欲しくない？なんか僕寝れるの欲しいんだよね、うん、8時間ちょうど寝たい。このあとズーム会議で客先でめっちゃ怒られな時にさ、よし飲んでおこうっつって、どうすんの、ふう終わったみたいななるわけよ。それ寝てるだけじゃない、まあ、ダメじゃない。そういうのなんかないのかな、使えんの。いや僕逆に、あの逆じゃない、8時間普通に寝たいからさ、で寝れないのやだから、うん、あの8時間寝れるやつ欲しい、ストンって。それはでもなんか医者行って眠れませんって言ったら処方されないのかね、それぐらいのやつは。
それさ、睡眠導入剤なんだよ今時って、ドリエル的なさ、うん、僕それ昔めっちゃ飲んでたけど、あんまりそんなに効かない。あ、そうなんだ。けどこのお尻ツンツンする時のやつはもうやばい、もう、うん、せーのパッてこの記憶が朝です。なんかでも体調には絶対悪いけどね。うん、息してんのかな、すごい。だから死なないようにあれだよね、なんかずっとピッ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 っていうのを測ってたから、それあれじゃない、そのまま死ぬ時もあるんじゃない、だから下がりすぎたら起こしたりするんだと思う。ほうほうほう。そういうので計算しながらやんないとやっぱし危ないよな。やっぱ麻酔の専門家みたいにいないと。そう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 。よくあ昔、今はないけど昔フィリピンだったかベトナムとかでそういう睡眠薬強盗が流行ってた時に、うん、彼ら容量わかんないからめちゃくちゃ飲まして、その後にすごい何重症化しちゃう人が増え、うん、問題になってたね。それ怖いな。だから適当にいっぱい飲ませとけって言って、で昏睡しちゃうって、うん、はい。なのでナツメグ大腸カメラやってきました。やられたかどうかわかんないけど、なぜかお尻はちょっとヌルヌルしております。同じような体験した人はぜひ感想をツイートしてください。